大鶴義丹小説家デビュー作スプラッシュ、うん、マジレビューで申し訳ないのだがこれはきつい。80年代後半のダサいサーファーたちを描いた青春小説なのだが、とにかく信じられないほどダサい、うん、人柄のダサさが文章からにじみ出ているし、バカなナルシスト特有のダサさが行間から溢れ出ている。 笑えるかもしれないと思って購入した自分を殺したいし、こんなものを執筆した作者の指をへし折ってマルシアのハンドバッグに放り込みたい。二度と文字を書くな、トレンディー俳優名。 PSついカッとなって書きすぎてしまいましたが、謝るつもりは毛頭ありません。金返せ土下座やろ。PS まで入れて土下座やろ。